こんにちは、割烹鈴木です。今日はですね、家庭料理を一つやりたいと思います。お豆腐を使った料理ですね。揚げ出し豆腐、これを作ってみたいと思います。でこちらの方のポイントなんですけども、こちらはなるべくですね、軽く、お豆腐から取り上げたらば、お豆腐こう一丁をですね3等分に切って、でこれをですねキッチンペーパーで結構ですから、軽くね水切りをしてあげるっていうのが一つのポイントです。いいですか。まあ時間的にですね、大体30分ぐらいそのまま置いた方がいいと思います。で絶対にやっちゃいけないことは、ちょっとこう重いやつをこう上に乗せるとかそういうのやらないで、ただキッチンペーパーで余分な水分を取ってあげるってことですね。でそこで揚げ出し豆腐に使う、材料として、ここにあります、片栗粉、おソースの中、お出汁の中に入れるやつですね。大根おろし、生姜、それときのこです。このきのこはですね、今日はなめこを使いますけども、こちらの方は別にしいたけでもえのきでも何でも結構です。それとあとは、お出汁の中にこうとろみをつけるわけなんですけども、こちらの方はくずっていうのがあるんですけど、くずを使っ、もしくは片栗を使ってとろみをつけるってことですね。あともう一つはちょっとこう青みのかかったやつを上に振りかけても結構です。こういった、万能ネギとか、まあ普通のネギでも結構ですから用意しておいてください。でそれではですね、水切りをしている間にまず最初にやることは、そのあんを作っちゃいましょう。豆腐はどんな種類でも大丈夫なんですか？豆腐はですね、これは、皆さんの好みで結構です。私は木綿豆腐が好きだったら木綿豆腐でも結構ですし、絹ごし豆腐でもどちらでも結構です。必ずやることは水切りをするってこと。要するに容器から上げたら上から片栗粉をつけると、そこでまず失敗しますから、必ず余分な水分を切ってから、それから周りに片栗粉をつけて、それで油で揚げるってことが一つポイントですね。豆腐に種類は限らずに切る時間は同じぐらいですか？そうですね、やっぱりそのぐらいがいいと思いますね。あとは、まあちょっと美味しい豆腐を選ぶってことが一番のポイントですね。そのもうあんだけ先に作っちゃいましょうね。それではね、ここに、鰹節と、昆布で取ったお出汁、カップ1ぐらいです。で結構です、200cc たっぷりですね。はい、この中にお醤油で、これもですね、薄口醤油とか、まあ、濃い口醤油とかありますけど、これは皆さんの好みで結構ですけど、まあ薄口の方がいいと思います。これを 40cc 程度、はい。それとみりんとお酒、こちらの方はですね 20cc ずつで結構です。はい、それとお酒ですね。それとお塩、これも入れましょう。はい、そうしましたらここで火にかけますよ。はい、火にかけたらですね、ここで沸騰したら必ず味を確認してください。で味がそこでまとまったらば、そこにこの大根おろし、なめこ、それとくずを入れるんですけど、ただこのくずをこのままポンと入れないで、必ず溶いてあげるってことですね。少し入れて、ここで、くず、だしはどれぐらい？まあ大体ね、くずもしくは片栗粉でしたらば、
小さじ1程度、そこに大体 20cc 程度のだしを入れてですね、まず最初にこのすりおろした大根、これを入れますよ。真ん中の方にこうくずむ、アクが寄ってきますから、寄ってきたアクだけをこう軽く取りますよ。はいはい、ここで火をちょっと弱くしますよ。はいはい、そしたらここで、はい、お出汁で溶いた片栗粉もしくはくずを入れて、ここでお玉をかき回せながら、自分で加減をしながらですね、ちょっととろみを、そうですね、はい、そうですね、一度に全部入れないで徐々にこうとろみをつけていくっていう、でこういうふうにちょっとこうとろみがかかりましたよね。かかりましたらちょっとここで火を強火にして沸騰させます。はい、沸騰したらですね、そこに今度は、はい、きのこ、今日はなめこ使いますけど、ちょっとこう、まあ相性がいいのはね、こうなめこなんかね、こうとろみがあるんで、それなんかいいと思いますね。でここで、はい、ちょっとこういうふうな感じで出来上がります。いいですか。これをこれから油で揚げていきます。ここの時のポイントなんですけどもね、絶対にやっちゃいけないことは、先に水切りしたお豆腐の方にですね、粉は絶対つけない。油が160から170ぐらいの温度になってきてから、入れる直前に粉をつけてあげるってことです。よろしいですか。でもしですね、油の温度がわからない場合は、こういった粉をちょっと入れてあげると、こうチリチリっとなってきますから、そうしますと、もうそろそろ入れてくださいってことですね。いいですか。そうしましたらね、このままバーッとつけてもいいんですけども、きれいに仕上げるんでしたらば、こういったハケを用意して、そこでまんべんなくつけて、そーっと入れてあげるってことですね。でこれをね、ポチョンと入れちゃいますと自分のが火傷しちゃいますから、必ずそーっと入れてあげて、入れたらば絶対に触らないってことです。いいですか。これが一つのポイントです。それでは、ここで油がですね、160から170ぐらいになりましたら、ここに片栗粉、それとハケですね。でここで満遍なくよくですね、こうつけたら、それからこう揚げてあげるということです。いいですか。ですから先ほど言ったようにですね、粉は面倒くさいからといってつけておかないね。そうですね、そのままやっちゃいますとね、こうついているとこと、ついてないとこがあるので、必ずこういうちょっとこうきれいにやってあげるってことは、結構豆腐の表面の水分きれいに拭いてからやった方が、そういうことですね。ただあまりこう水分を抜きすぎちゃうと豆腐の香りがなくなっちゃうので、まあ、軽くやってあげるってことですね。油に入れるとね、皆さんは結構すぐにね、こう触ったりとか箸でね、こうつまんだりするんですけども、それやっちゃいますと、まだこの片栗粉がこう表面にしっかりとなっていないので、ちょっとこうきつね色になりますから、それまではゆっくりと煮てあげるってことです。いいですか。はい、それでだん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 ですね、こうやってお豆腐がね、こう浮いてくるんですよ。
ほらほら。ね。いいですか。それからこう触るようにしてください。そうですそうです。それからこうやってねやってあげましょう。で仕上がりなんですけどね、うっすらとこうきつね色になってきます。でそのあたりまでこうやった方がいいと思いますね。軽くねこう水切りしたおかげで油もそんなにこう弾かないですからね。いいですか。はい、それではねもうちょっとで仕上がりますよ。はい、それではここで、はい、お豆腐を揚げていきます。こういった感じですね。先ほど作っといたあん、こちらをね、もう一度熱くしましょう。そこにこう盛り付けましょうね。ちょっとこう彩りで、はい、ここで、はい、火を消しますよ。はい、ここに、はい、先ほどとろみをつけて熱々のやつを、美味しそうだね。はい、そしたらここに香りに柚子なんかもこうバーッと散らしましょう。はい、それで最後に生姜もこうたっぷりのせて、完成です。